はい、どうもこんちゃっす、高橋勝でございます。あ、帽子かぶんの忘れたけど、まあいいか。今日もまたギターのご紹介でございます。ということで、今日はフェンダー79年のストラトキャスター、まあ値段はね、これ高校生の時に買ったんですけど、友人から買ったので10万円で買ったんだけど、その友達は多分30万弱ぐらい、27、8万ぐらいで買ったのかな。でも、はっきり言ってあんま全然いいギターではないんです。そう、79年ってあんまり評価が良くなくて、で普通はこのボディなんかもね、真ん中で2枚ついであるとか、割とそういう感じの、こう、やつなんですけど、これ、よく見るとね、4枚ついであったりとかして、音楽プロデューサーの友達入りで、山原くんっていうのがいるんですけど、山原くんも同じ年代のフェンダーのこのストラトキャスターを持っていて、もう全く同じぐらいに、もうなんだこれっていうぐらい、こう、作りが雑だったりとか、ほんと、あんまりいいギターではないんですけど、ただやっぱりほら、高校生の時に買ったからさ、やっぱ、なんかずっと持ってたりとかして、で、僕が、プロとしてお仕事を始めた頃に、からもずっと、仕事で使って、いろいろこう、改造したりするんだけど、全然良くなんないのね。で、未だに改造をちょっとずっとしてんだけど、だから何年？もう30、かれこれ7、8年ぐらい？もっとか。もう40年近く、こうずっといじってるんだけど、一向に良くなりません。一向に良くならないんだけど、手放せないというかね。まあそんな感じのギターでございますが。そうなのよ。うん。サンバーストっていうやつね。で、ちなみに、これまた、説明すると、一見、こう、スリーシングル的な感じなんですけど、ここは、はい、ハンバッキングになっております。リアピックアップだけ。シングルピックアップのサイズのハンバッキング。で、ボリュームトーントーンなんですが、で、5点スイッチ。で、ここシングルは、全然、これどこのだっけ？中国製かなんかのギターについてた安いピックアップで、フロントが、これもどこだっけな？確か、僕が森平の、日本で作ってたビル・ローレンスって名前のストラトを使ってた時期があるんですけど、そのピックアップだったかな？うん、なんか、はい。ちなみにこのシングルコイル型のハンバキングはすっごい気に入ってて、五島っていうペグのメーカーで、これも五島のロックペグがついてるんですけど、その五島っていう、このペグのメーカー、ブリッジとかペグのね、メーカーではない、リプレスメントのピックアップばっかり作ってる五島っていうのがね、アマゾンで売ってたの。3000円ぐらいで。安いじゃんと思って。ダメ元でつけてみたら、すごく良くて、なんだろう。すごい、ハンバッキングって、ね、この間ちょっとちらっと説明したかもしれないけど、四角いでっかいやつ、なんかよりも、と、普通の、このシングルコイルのちょうど中間ぐらいで、いい感じでストラトのリアにつけるといい感じでね、使える感じの音になるっていう。で、まあまあ、そんな感じでございますね。タウン&カントリーのステッカーが貼ってあったりとかしますけども。あと、グリーンっていうスノーボードブランドが昔あったんだけど、そこのステッカーが貼ってあったりとかしますね。うん。で、特筆すべきはっていうか、ちょっと、こう、これも、
何気にそう改造をいろいろしたんだけど、ここ、この三つ目のね、つまみ、これを、こうやって引っ張ると、なんと、このセレクターのスイッチをリアかフロントに持ってっとくと、ここと、ここの、あの、ピックアップが鳴るようになってんのね。センターがこうキャンセルされて。で、そうするとね、テレキャスターみたいな音がするわけ。あの、テレキャスターのことよくわかんない人は調べて。あの、テレキャスターとほぼほぼ同じような、まあ、レイアウトになるわけですよ。ピックアップが。なので、ちょっと音色が、テレキャスター、普通のフロントピックアップの音だと、こういう音なんだけど、このつまみを弾きます。そうするとまたこの状態でスイッチを戻すと音色変わるでしょ。テレキャスっぽくなるというね。ちょっとこう芸コマなで、ストラトに詳しい人はわかると思うんですけど、このハーフトーンの位置にします。このスイッチを上げて、ハーフトーンの位置にすると、ここ三つ、この三つのピックアップが鳴るというね、これが。同時に全部。ちょっとそうするとね、なんだろう、不思議な音っていうか、俺の中では、あんまり使わない音でございますけども、はい。まあそんな感じ、フェンダーのストラトキャスター79年でございますね。で、これはロックはやっぱここが焦げてないとダメっていうことで、ここにタバコ挟んで演奏してた時期もありますけど、もう適度に焦げ跡がついたらここでタバコ挟むのはやめましたけど、はい。そう、ハンバッキングにするとね、こういう感じ。僕このアーム、トレモロアームっていうのを使うんだけど、これをね使うとやっぱりチューニングが狂うんですよ。で、僕がこの使えないギターっていうのは、チューニングがやっぱりどうやってもこう安定しないんだよね、このギターは。なので、あんまり仕事で、お仕事で今は使わなくなりましたけどね。こんな感じでございます。ということで、今日もギターの紹介でございましたけども、俺っぽくないな、やっぱりなんか帽子かぶってないと。
とか言って、これも俺っぽくないか。まあ、どうでもいいや。うん。そう。これね、ほんと直した。まず、このネックの座繰りが結構適当だったのね。で、それを丁寧にしてもらって、これもね、ジャージーガールとかと付き合うようになって、直してもらったりしたんですけど、うん、それで結構マシにはなったんだけど、みたいな。それまでちょっと入れるとガクって動くみたいな。このネックと、このネックとボディが、こう、グラグラしてたっていうか。で、なおかつこれ後ろ3点止めなんで、あのね、あれなわけですよ。動きやすいっていうか。はい。まあそんな感じで今日はフェンダーのストラットキャスター79年のご紹介でございました。まあこんな感じで、まあチャンネル登録できればねよろしくお願いします。そして、いいねと思ったらいいねボタン、無理やりはいいです。なんとなく間違って押しちゃったぐらいでいい感じでよろしくねということで、じゃあまた。